はい、やってまいりましたナチュスピ TV の時間です。はい、こんにちは。こんにちは、どうもよろしくお願いします。今回はまた新刊を2作、はい、お伝えしますが、はい、まずは、フランシス・ルシールの今永遠であること。はい、はい、フランシス・ルシールって知ってる？はい、ルパート・スパイラもうナチュラル・スピリットから何年か前に、うん、何年か前かないよ。これは2012年、2年、いや、プレゼンスの、そうプレゼンスのね、作者であるルパート・スパイラの師匠、うん、お師匠さんですね。うん、結構ご存知の方々も多いかと思うんですけど、うん、どんな本ですか？うん、まあずっとねこの続いている覚醒ブックスのシリーズですか、うん、こう意識の覚醒や悟りと言われるものについてこうまあズバッと述べてくれているんですけども、すごくやっぱり理数系の出身の方だけあってこう割と理論的にこう解説してくれてますね。なるほどなるほど、そっかそっか。あのダイレクトパスっていうね、まあプレゼンスでも書かれてるし、他にダイレクトパスっていうね手法をまあ取り入れてこのノンデュアリティを説明してる方々いっぱいいるけど、はい、このルパート・スパイラもそうだね、ダイレクトパス。そうです。直接的な道。なるほど、なるほど。まあ、うん、今この瞬間にこうフォーカスすることでも、うん、まあ、悟りを 体感できるということですよね。うん、体感するのかい？はい。あ、これなんだっていうことで、まあ、直接的に。そうね、体験をもとにやっぱりそれを確認自分でしていくっていう、その作業をね。うん、そのダイレクトパスっていうかな、はい、なるほど。他にね、これ類章じゃあ読むとしたら、はい、どんな本が上がるかな。類章ですか。うん、ナチュラルスピリット本。そうそう、覚醒ブックスの中で、まあ、この辺のファンの方々はぜひ読むといいよっていう。そうですね、うん、こうやっぱり事細かにこうぼんやりじゃなくて、うん、割とこうリズムで説明してくれるといった面では、まあ、うん、去年出たやっぱり覚醒ブックスのステファン・ボディアンの、うん、今目覚める、うん、なんか割と直近だとおすすめですね。はいはい、うん、本は大好きだよ俺は。うん、あれも実例をこう挙げてこうダイレクトパスのやり方なんか、うんうん、詳しく詳細に書かれてます。うん、なるほどなるほど、そうかそうか。トニー・パーソンズのファンとかね、フォスターさんのファンとか、その辺の方々にもいいんでしょ。でもそうですね、もちろん、はい、うん、なるほど。この本のやっぱなんだろうな、こうグッとくるところの中で個人的にはね、最終的にやっぱりこの本自体はやっぱりサットさんの形式で、対話の形式でこう組み立てられてるんだけど、はい、最後の方でやっぱねこのハート、ハートに来てんだよね。もうハートでもう真の理解がハートにあるっていうことでね、章があるんだけど、そこら辺にこう来てるっていうのがやっぱそもそもそれしかないじゃんみたいな、ね、そんな感じがすごくしますね。基本であり、まあ、全てって思いますよね。もう言葉で表せないんだからもうそれだよみたいな。そ, う、うん、そんな感じなんだよな。まあ、そこまでたどり着くのにこういろいろこう納得できるようにすごく丁寧に解説してくれてますね。フランシス・ルシールもそうだけどさ、ルパート・スパイラもすごく優しいでしょ。優しいです ね、うん、導き方がとっても優しくて、うん、まあ、お会いしたことはまだないけども、うん、男女性のバランスはすごく取れてるんじゃないのかなって想像してるのよ。うんうん、すごくねバランスが取れてるって重要なことだからね。うん、やっぱり全てをねこう私でもなく、うん、あなたよでもないっていうところで、うん、こう俯瞰して見れてるからこうパッと答えてくれるんでしょうね。そうだね、うん、そういうところでぜひこれもねおすすめの本ですよ。はい、おすすめです。はい、はい、お次の本はじゃあ、パワーオブラブ、はい、桃代さん、この方はロンドン在住のヒーラーさんなんですけども、幼少の頃に超能力が実はあったと。うん、でいろんなことが、まあ、人の言いたいことの本質とか分かっちゃったりとか、うん、見えちゃったりとかしてて、うん、でそれを自分の中ですごく恥じちゃって、ね、うん、封印しちゃったんですって。
でそれ以来摂食障害になっちゃったりとか、結構ねいろいろ大変なトラウマを持っちゃったりとかね、体のところですごく大変な思いしたりとか、ずっとなさってたんですが、いろいろヒーリングとかをその後、学んだりしてるうちにある時ボーンと開いちゃって、でそれで全てその体の調子も治っちゃったと、そういうまあいろんなね、体験をなさってる方も、ヒーリングドームなんですけど、基本的にそれで彼女が最も言いたいであろうと、これは私の勝手な解釈なんだけど、思考の外側に出ることがやっぱり一番大事だっていうふうに後書きかなんかに書いてあったのよ、なので単なるヒーリングとは違ってね、これもやっぱりその覚醒した意識のもとにその生きていくっていうことが大切だよというところを伝えたいのかなっていうことはちょっと思ってて、で実際スピリチュアルアナトミーっていう名前をつけて、新しいそういうヒーリングの手法っていうのをいろいろ開発してるみたいなんですよ、で、竜を使うワークをやったりとか、いろいろワークが載ってるんでね、はい、それではこの2冊ですけども、内容的に全然かけ離れてるような感じが印象を受けると思うんですよね。そうですね、アプローチとしては、こっちはヒーリングだしね、こっちは意識の覚醒、悟り、ダイレクトパス、そうだね、でも実はそんなに違うなんじゃないかなって思ったんだよね、そうですよね、そう、例えばこれなんかさ、マトリックスエナジティクスのセミナーに桃江さんは参加なさったことがあって、ほうで、やっぱその英知をね、身につけて、でご自分のヒーリングにもフィールドのその概念っていうのを応用して、オリジナルのものをやっぱり作ってらっしゃるということで、意識のその量子的な捉え方とか、そういう、なんだろうな、目に見えないけどやっぱりなんかわかんないんだけどこれだろうみたいな、そういうのって共通な部分がなんかあるような気がするんだよね、それを実際にこのダイレクトパスなんかでは実体験としてきちっと検証を自分でできるような感じで捉え直しをする、こちらはなんか奇跡みたいなのが起こっちゃうけど、でもやっぱりなんか起こってるってことは事実だみたいなね、どっかにやっぱりそういう見ている、方向性が違うだけで同じものを見てんじゃないのかな、いうような気がするんだけど、どうでしょうかね、その辺ね、こう結果として手放していった結果としてこういろんなことが起こって、観念が落とされ、こう自由に自分がなってるところに気づくっていうところでは、同じですよね。同じだね。そうだね。そう、フリーダム。フリーダム。ミラクルとフリーダムです。そうです。すごくシンプルですよね。結果として。そう、最終的にシンプルだね。ここのところでもさ、その簡単とシンプルを言い出しちゃうと多分3時間4時間の話になっちゃうと思うんだよね。それはまた次回。そこに行き作るとこの道のりっていうのがこう面白いというか、自分でいろいろやって、結果としてこう、自分は元の場所にいたというところで、いいのかもしれないですね。そうだね、いろいろ冒険をいろいろしてね、全て OK なわけですもんね、起こることが、そうだね、というわけで、このぜひ2冊書店、素晴らしい本です、はい、楽しみにしてくださいね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。